いただきます。ありがとうございます。予想はこちらお願いします。はい、では本当正直驚きました。自分はまだ教育の身ですし、このような大学をそして野球に携わることができると本当に感謝ながら、正直本当に感謝なんです。自分が逮捕されたときは、自分が野球したことさえも、後悔しましたが、約3年半、治療を途中決めて、生活してまいりまして、やっぱり自分には野球しかないんだなと、再認識しまして、神宮球場のグラウンドの中にさえ入ることさえ、許されないと思っていた自分が入れるということは本当に、選手たちも本当に必死でグラウンドに立つと思うんですけども、僕も必死でグラウンドに立ちたいと思っています。たまたま僕は神宮の主催にいた時に、入れて食事で打てる姿を見たんですけども、人を見て、この子のスイングいいなと、それから彼を注目するようになっているんですけど、今この立てる壇上は、甲子園よりも、日本シリーズの打席よりも、緊張しておりました。本当に皆さんありがとうございます。頑張りますんでまたよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。今日のお話を